ビデオカメラのデータ復旧を行いました。北海道稚内市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZE265、 操作を誤ってビデオカメラの内蔵メモリをフォーマットした。その後は撮影していないという状況です。データ復旧処理を行い、4時間23分の動画データの復元に成功しました。